皆さんこんにちは、プラザ投資の伊藤です。今日は11月9日火曜日の引け跡です。ここのところニューヨークは8日間連続の陽線という形で上がり続けているんですけども、日経平均はこの4日間連続の陰線です。真逆の足になっております。そしてなぜそうなるのかについては、これは外国人、とりわけ先物を売買している人たちの売買の意向によってそうなっているというお話であります。今日の表題については、ここに示しましたように、外国人の売り方、マジノ線の値と必死の防線売りが続くという内容であります。どんな話から申し上げたいかと言いますと、まずニューヨークダウと日経平均が正反対という話からまずいたしましょう。ニューヨークダウ逆相関のニューヨークと日経という表題となっております。これは月足なんですけど、ニューヨークの月足、2月以降小さなここの陰線挟んでずっと陽線続いてるんですね。それで9月に陰線入りました。10月は陽線です。ところが日経平均の方はどうかというと、ここは陰線がずっと続いてるんです。そして9月のこのニューヨークダウが陰線の時に逆に日経は陽線です。そして10月は逆に陰線となっております。じゃあ日経の足を見ていただきましょう。こちら見ていただくと分かりますけども、先ほどの説明通り9月は陽線です。3万795円まで記録いたしました。そして10月は手繰り足の陰線となっております。そして11月、今月はこの10月よりも上で寄ってるんですけども、今日の時点においては少し陰線になりつつあります。陰線の上から陰線が、差し込むことを抑え込みと言います。陽線の上から陰線が差し込むことは差し込みと言いますけども、抑え込みの場合は大概この高値を抜いてきますので、余震場陰線であってもなお上値の指向の方が強い形線ではないかと思っております。それでは注目の売買動向の方を申し上げたいと思います。海外先物の投資動向がとりわけ日経の場合は7割方彼らが支配しておりますので、それによって日経平均が動くと言っても過言ではありません。8月の20日から9月14日にかけて日経平均が一気に3万795円まで、26,954円から上がったとき、先物の動向を見ますと約1兆7000億彼らが買っております。そして一週挟んで、10月1日の週と8日の週、このたった2週間で逆に1兆7000億また売ってきたんですね。ただこの時のコストに問題があると私は考えております。その後少し売り越した後に買い戻しが3000億ほど入ったんですけども、もしこの時の玉が、単純に計算しますと1兆4000億下で売り叩いた玉が残っているということになります。計算してみますと大体2万8400円から500円の間が外国人の売りコストということになって、現状でもまだ900円近いやられになっている計算上の結果となります。その次は外国人がどんなに今日一生懸命売り叩いているかというと、4日間のこの先物の15分足の動向を見ていただきましょう。高寄りするんですけど毎日売り叩いてくる、高寄りするけど売り叩いてくる、高寄りするけど売り叩いてくる、高寄りするけど売り叩いてきて、今日はついに、ポイントの値段29,485円、先ほど月足で出しましたけども、月足の新高値の値段です。これ以上でずっと11月に入って引けてたんですけども、今日だけが、これ以下の値段になりました。また29,485円以上を取ってくるようだと、まだ上値志向ということを考えなくてはいけないと思います。次は日足を見ていただきましょう。日足の方は、三角持ち合いがされまして、その三角持ち合いの頂点から5波に入ったと考えております。肉作って上がって、この上昇波が29,880まであって、そして今日まで4日間連続で下げております。引け値の足が大切です。マジノ線と申し上げたのは、まずはこの時の高値が29,794円ですから、これ以上で引けてくるようでありますと、これは外国人の売り方の踏み上げ相場となってしまいます。
そうでなくても私は目先この4日間連続陰線に対して1日でもいいからとにかく引け値で反転上昇することが上昇の、突入サインではないかと考えております。なおまた詳しい、見通しの判断が変わった時には次の YouTube で入れたいと思いますので皆様よろしくお願いいたします。今日はご視聴ありがとうございました。